北防波堤ドーム北防波堤ドーム内部屋系北防波堤ドーム北防波堤ドームとは北海道稚内市の稚内港にある大型の防波堤である土木学会専小土木遺産北海道遺産に選定されている稚内港の防波堤としての役割及び桟橋から駅までの乗り換え通路を兼用するため1931年から5年間をかけて建設された 防波堤の外観としては、異色となるドーム状の形態をとっていることから命名された。高さ約14メートル、長さ427メートル、古代ギリシア建築を彷彿とさせる70本のエンタシス状の中列群は、斬新な印象を与えている。1981年に全面改修された。設計者は土屋実のる。当時の彼は、 北海道帝国大学を卒業して3年の26歳で、稚内執行事務所に赴任してきた、北海道庁の技師であった。北海道とカラフトを結ぶ、鉄道連絡線の桟橋など、港湾施設の保護、及び桟橋を利用する乗客の便宜のために作られた、枕が施行した。建設後、稚内駅から、ドームの手前まで国鉄の線路を延長し、 同駅の校内仮乗降工場を扱いで、輪っか内三橋駅が開設され、乗客はドーム内を歩いて三橋に待つ連絡船に乗り込んだという。その後、第二次世界大戦を経て終戦を迎えたことから千泊連絡船は消滅し、これとともにか内駅から三橋駅に続く線路も消滅したが、 防波堤としての機能は維持されており、以後もレブン島やリシリ島への航路など多くの船が発着する稚内港を守り続けている。現在は北海道遺産の一つとして指定されており、周辺は整備され公園となっている。ドームは男組が出演した服部トリ成功の CM や三菱、エクリプスクロスの CM、テレビドラマなどのロケ地としても知られるほか、 様々なイベントに用いられている。またかつては夏になるとツーリングライダーなどの旅行者がテントを張っての熟する姿がよく見られたが、現在は野営禁止の掲示がなされているので原則としてキャンプはできなくなっている。かつては輪っか内駅のある宗谷本線で活躍した国鉄蒸気機関車 c 5 5系4 9号機が生体保存されていたが、 1996年10月に、塩害腐食のため解体処分され減損せず、同輪一体のみが残っている。ありがとうございます。